はい、シェンムーのパート2でございます。シェンムーの2がシェンムー実況パート2でございます。どうぞお久しってまた言っちゃった。慣れてね、実況が慣れてない。どうも、あざしでございます。このパート2の時にね、ちょっとパート1で気づいたんですけど、どうもそのコントローラーの調子がおかしいということに気づきましてね、勝手にねカーセルが移動しちゃって、こっち側とか見れなかったんでね、こっち側もつまりその棚の右側をね、あれもう一回ね棚の右側をやろうとしたら勝手にカーソルがね動いちゃってね、ずれてたんですけども、それがまあ、コントローラーを変えることによってね、なんとか、なったかなと。ちょっともうちょっとよく見たいけど何もないかな。なんか大事なメモとか大事な電話番号とか分かりそうな気がするけどな。いっちゃうか。よし、行こう。じゃあ行きましょうか、まあ、他にもね、多分これも見れるはず。見れないね、こっちは。はい、そういうこともできます。まあね、基本的に竜が如くとかのね、やっていただいた方は分かると思いますけどね、大体いろんなものはほとんどのものチェックできると。シェンムーはその系譜のね、最初だからね、もちろんいろんなところまでチェックできる。そして大体トローに終わると。まあ行きましょうか、行きましょう。割とねもっさりしたゲームですよ。もっさりとね、時間の流れのもっさりしたゲームでございます。ついてこれるかな、視聴者が。盛り上がることもなく、淡々と行ってしまうかもしれない。走るは L ボタンだね。大体このね、盆栽の下とかにね、なんかあってもいい、何もないね。こういう、何もないね。こういう物置にね、なんかあっても横移動できないからね。何もないね、何もない。よし、行こう。くるめかしい民家だねーと。でも割とね、割と行き届いてるよね、この辺の道とかね。まあ冬だから草生えてないのか。お父さん亡くなってね。空きれい。見てほら、空きれい。ね。まあオープンワールドとまあ、とはまでは言わないまでも、割とこう、当時にしては、しっかりと描いているような。ちょっと池とか見てもね、魚が泳いで、鯉が泳いでますね。まあ、何して生計を成していた家なのかは知らないけれども、道場だろ、ただの。の割には随分とね、まあ、歴史の古い道場なんでしょうね、きっとね。さあ行こう。確か、これを何か見たわけだよ。確かこの木だよね。この木が、この木が、鏡の埋まってた木だよね。急に階層が。肘打ち。中心を取って。中心。そうだ。いいか。いいか。腹に力を入れて。首をまっすぐ。中心を取って。うん。そうだ。これで確か技を覚えるんじゃなかったか、違ったっけ。あれ覚えない、あれ覚えるんだと思ってた。違うか。全技巻物ってこれ見えて、あれ
覚えてないね。どういう風に進んでいくんだったかもあんま覚えてないね。とりあえず福さんに会います。はい、福さんに会っていきます。タンタンタンと、シャッス。あの技覚えるんじゃなかったかな。あ、りょうさん、いいんですか。いいんですか。心配ない。それよりあの男のことだけど。飛ばせねえ。ああ、乱帝と呼ばれていたやつだ。全然。親父と何を話してた。会話する。鏡をよこせと。鏡をよこせと。俺その後道場から放り出されて。黒い服のやつらはなんて名乗ってた。それが突然現れて何も。そうか。ありがとう福さん。どんな些細なことでもいい。何か思い出したら教えてくれ。りょうさん、なんでそんなことを。敵討ちですね。りょうさん、どこに。どこに。まさかあいつらを探しに。やめてください。先生を倒したほどの者たちですよ。うん、俺の目の前で親父は殺されたんだ。うん、敵は俺が取る。いや親父のためにしてやれることはそれしかないんだ。そうか。そうとも生きれんぞ。案外な、生きてくれって思ってる。親父の最後の遺言を思い出せ。友、愛すべき友を持てとか言っとったよ。敵討ちだけの。確か俺戻ったらさ、なんか技を教えてもらいたいような気がするんだよ。なんとなく確か技を教えてもらいたいような気がする。違うか。福さん、なんすか。あいつらのことだが。レオさん、奴らのところ行くんなら俺も。ダメだ。どうしてですか。どうしてですか。これ以上大切な人を失いたくないんだ。あ、そう。俺15の時から10年先生にお世話になったんです。俺にとっても先生は。気持ちは嬉しいが、でも分かってくれ。リオさん、言うほど分からんよな。何か。あ、これ飛ばせるわ。もちろんですよ。オッケー。飛ばせるの意味がやっと分かった。だからこの道場に結構あのギミックがあったような気がするんだが、あんまりもう覚えてないな。この辺のなんか外せるんじゃなかったかな。8位を。また回想が始まってしまうよ。もっさりしたゲームですね。喧嘩をした相手はお前のなんだ。ん？学校の友達。友とは何だ。それは友達は友達だよ。それでいい。親が親であるように、友もまた友以外の何者でもない。だが何よ、いずれ親は子供より先に死ぬ。それは自然の摂理だ。親なきゃ頼れるのは友。友達を大切にしよう。そして信頼できる友を友と呼べ。いいな。うん。めっちゃ友達を押すな、この父親はな。めっちゃ友を押すな。しかし悲しいけど、このシェンムー一生で友達ができたような気がしない。確か友達できなかったような気がするぞ。何？道は漢文かな？道。この字が読め。道は道にあらず常に。常に道は。道にあらす道べし。読め。外せるはず。ん？ん？
これは何だ？はい、なんかのフラグですね。確か刀の唾かなんかじゃなかったかな。うん、こっちは刀 の穴だろう。刀だね。唾じゃない方だね。そうしか言わない。近づくとなかったりするけど、まあこんなもんか。よし行きましょう。街に出よう。街にダウンタウンへ繰り出そうっていう。まあ大体ねこんな感じでちょっとずつそれっぽいことをメモっていくんだったかな。福さんを巻き込むわけにはいかない。別に巻き込んでいいんじゃねえかな。黒服の男を探す男を目的になっちゃいましたね。親父も別にこの涼さんがさ敵討ちしてほしいと思ってないと思うんだけどな。山の瀬、午後2時27分。このシェンムーっていうゲームはねぼーっとしてても時間が経っていくからね、ちゃっちゃっちゃっと進めていかないと。あんまりいろんなとこ探索ばっかりしていると日が暮れてしまうという怖さがありますね。走る走る走る。この右の方にも行けた気がするけど何もなかったような記憶しかないな。あ、話せる話せる。人がいる。おいおい、中村中村。何？会話を続けないと。あの日のことだけど。あの日のことだけど。あの日？あの事件の日ね。話はのぞみちゃんから聞いたわ。のぞみちゃんから。大変だったね。いやあの日黒い服の男を見なかったか。見なかったけど、その人どうかしたの？いやちょっとな。黒い服の男のことだけど、あの日はずっとうちにいたから。だから分かんないと思う。そうか。じゃあ後ろで熱弁してらっしゃる、ま、うん、バイバイ。はい。桜だ。桜だ。名前覚えられんぞ。聞きたいことがあるんだ。聞きたいことがあるんだ。なんだ改まって。あの日黒い服の男を見なかったか？あの日、ああいや俺は見てないな。そうか。誰か黒い服の男のことを知ってそうな人って？そうだな、目が三島さんとか近藤さんとか。おば三島さんとか近藤さんとか、おばちゃんなんか知ってるかなと。おばちゃんたち立ち話してるじゃん。ああ、あそこでなんか話してるかもしれないぜ。聞いてみるよ。ありがとう。ちょっと待って、やっぱ遅すぎるな。レジュームって何？はあはあ、なるほど。そういう風なこともできるのね。ちょっと遅すぎるな。シェンムーモードではなくて。これならちゃんと、あれか、喋りながら部署で。黒い服の男のことだけど。あ、OK だ OK だ。こっちよかった。桜ヶ丘のおばちゃんたちに聞いてみろよ。よく公衆電話聞いてみるよ。すまないすまないすまない。ちょっともっさりしすぎてた。ちゃんと下にね、字幕出て、なおかつ喋りながらっていう、そういうモードもありました。確か何もない、ここにはな。ちょっとおばちゃんのところに、公衆電話のところにいるおばちゃんのところに行ってみましょう。だーっと。ただっと。お、なんだ君。よ、お兄ちゃん、どこ行くの？うん、ちょっとね。まあね、ガキを、ガキンチョを巻き込むわけにはいかない。いや、いや。お兄ちゃん、一緒に。ごめん。ついつい笑ってしまうわ。塩対応すぎる。開く？開かんやろ。ドンドン。外出中かな。いたとしても誰なんでしょうか。ここはトントン。留守かな。はい。変な人だな。変な人だけど、まあ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 。こうしてみたら表札とか見えたのっけ。あずまや。覚えられないな。まずいな。これを覚えていかなくちゃいけないんでしょ。お、また何かイベントが。気持ち悪いガキがいるよ。あ、お兄ちゃん。顔めぐみちゃんか。あ、猫が猫がいるのか。
ああ。じゃあお兄ちゃんには特別に見せてあげるね。捨て猫か。めぐみちゃんの猫かい？違うの。違うの。この猫ちゃんはね、一人ぼっちなの。一人ぼっち？うん。こないだね、雨の時にね、ママ猫が車にひかれちゃったの。めぐみのお姉ちゃんが見てたの、大きい黒い車だったんだって。うん。黒い車。すごく怖かったって言ってたよ。めぐみ、お姉ちゃんとね、ママ猫のお墓作ったの。代わりにめぐみが猫ちゃんのママになってあげるんだ。でも、めぐみのママがね、お家で飼っちゃダメだって言うの。いい子やけど。それでここで飼ってるのかい？どうすんこの猫。お手伝いしてくれるんだ。みんな一応勝ったわ。じゃあまあ、コウタ兄ちゃんとね、ヤスお兄ちゃん、カヨちゃんも。カヨちゃんも。そうか。俺もあんまり興味なしみたいな感じで聞いてるな。リョウさんだもう。猫ちゃん興味なし。元気ないんだ。黒い車のことしか興味ないって顔してるもはや。お腹空いてんのかな。ちょっと待ってな。ちょっと待って、うん、でも猫だぞ。子猫だからさ、あの辺にあるものが乾物食えるんじゃねえか。煮干し油揚げ。煮干しですね。油揚げは食わんでしょ。てかなぜ煮干しがある。食え。こうやって食べやすくしてあげるんだ。まあ、うん、そうか。まあこれぐらいの猫なら煮干しぐらい食えるかな。まだ子猫なのに一人ぼっちか。ぼっちか。ひどいよね。山岸のおじいちゃんも惹かれそうになったんだって。どんどん、どんどん人の名前が出てきて覚えられない。で、車が来てね、びっくりして転んじゃったんだって。お尻が痛くてずっとお家にいるんだよ。めぐみ、お菓子屋さんへ行くときね、いつもおじいちゃんとこ寄るんだ。どん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 重要人物の名前が出てきて、めぐみちゃんも車には気をつけるんだよ。めぐみのお姉ちゃんといるときに車が来て、はい、で、ね、親猫が引かれて、今ちょっと急いでるから。で、猫ちゃんの名前一緒に考えよう。こうたくんとやすおが何か一緒に育てて、でまた来るよ。で、山岸のおじいちゃんが引かれそうになったと。バイバイ。だから家で寝てる山岸のおじいちゃんを訪ねていくのがよしってことでしょ。でしょ。今さ、あの油揚げと煮干しの選択あったけどさ、あれは油揚げをとりあえずもう山岸さんの家に行ってみることになってますね。今のメモでもう完全にわかるよね。子供の話興味なし、山岸さんが車に引かれそうになって。おっ、ちょっとあなた誰？すいません。ああ、ダメダメ。最近疲れ気味でね、あんまり話をする気分じゃないんだよ。素人の人が歩いている。山岸のおじいちゃんどこにいるんですか？山の瀬荘。こういうとこ行けんのかな。昔はこんなとこ興味なかったけど、もしかしたら行けるんじゃないかなという、そういう予感が、そういう予感がしますね。いけるくね。いけるわ。お、いけますね。いけるからなんだっつう話なのかな。白井、白井、薄いか、薄いノック、留守かな。まあ、余震場人がいたとしてもな、出てこられても困るというか。森の、まあもういいや。まあでも森のだけ叩いておこう。森の外出中かな。誰かいそうな感じがしないな。せめてピンポンダッシュがいいとこだわ。こんな人の家のトントン叩いていくなんて、そんなことできないよ。勇気が足りない。淡々と行こう、淡々と。よしよし、しなく時間かかりそうな、私なんかかかりそうな予感がする。はい、20分経ちました。いやー、とりあえずこのめぐみちゃんとお話ししたという回ですね。はい、進まないな。
それでは、パート2でした。パート3でまたお会いしましょう。20分来ましたんでね。